ぷっぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬるファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら、トヨタアルファードとレクサスの LM 最上級対決やっていきたいと思います。で最近ですね、私アルファードから LM に乗り換えを検討してまして、今日はこちらの LM 用意しました。でどちらもですね、最上級グレードのエグゼクティブラウンジとエグゼクティブになりますので、どれだけ違うのか見ていきたいと思います。そしてこちらの2台ですね、価格差なんと1000万円あります。アルファードがもう1台買えちゃうわけですね。なので、その価格差っていうところも含めて見ていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。ではヌヌさん、はい、早速ですがこちら、さっき説明があったように価格からまず説明したいと思います、はい、まずアルファードエグゼクティブラウンジなんですけど、これ2駆と4駆で価格が若干違うんですけれども、850万円からとなっております、はい、で一方で LM のエグゼクティブ、こちらは2000万円スタートになってます。なるほど、2000万円がスタートなのね。そうっすね、6人乗りのグレード、バージョン L もあるんですけど、バージョン L でも1500万円、高いね。高いですよね、はい、その価格差があるのかどうか見ていこうと思います、はい、まずパワートレインなんですけど、はい、アルファードはね 2.5 のハイブリッドですよね、そうですね、これも普段は全然走ってて不満とかないですか、そうね、強いて言うならターボが欲しかったな。結構私たちアルファードで遠出するじゃない、だからちょっとターボ設定は欲しかったなって、ベルファイアにはあるんで、ちょっと残念な感じはありました。はい、そうおっしゃってもらったと思うんですけど、はい、この LM ですね、こっちは全グレードターボが標準になります。標準なんだ、すごい。逆にターボなしっていうのは選択できないです。なんかすごい珍しいねそれ。はいはい、裏山どちらも 2.4 のターボになってますんで、この辺は違ってくると思います。そうですね、はい、ですんでおのずと馬力も違ってきます。ほうほう、LM の場合はだいたい275馬力最高出力出してくれて、アルファードになってくると、やっぱりターボないんで、190馬力になりますね。全然違うね、実際今回ヌヌさんはアルファードで来てもらって、僕はこの LM 改装させてもらったんですけど、全然違います。なんかね、アルファードはうなる音とかするんですよ、そうだね、ちょっと踏むとねブワーンっていう、ね、そう頑張ってる感はすごいあります。LM はね結構加速とかパワフルでしたんで、確かにそのあたりは違うと思いますよ、確かに VIP 乗せるときにねエンジンのうなり音聞こえちゃうとちょっと嫌だもんね、そうですよね、はい、で、当然燃費もねターボ付きの LM の方が悪くなっちゃいますね、それは仕方ないね。そうですね、じゃあ続いて車両サイズ比較していきます、はい、まずレクサス LM ボディサイズなんですけど、全長が5125、全幅が1890、おー、全高が1955になります。5メーター超えましたね。超えちゃいましたね。もう幅もね1900近いですから入りにくいサイズになってますね。そうですね、はい、では続いてアルファードですね、はい、アルファードは全長4995、全幅1850、はい、全高が1935になりますね、なるほどね。確かにこう横に立ってみてもアルファードの方が長さ短いなっていう感じはすごくあります。そうですよね、で結構 LM とアルファードとかってだいたいサイズ一緒なんじゃないと思われがちですが全然違いますね、結構確かに高速とかで見かけるとそんなに変わんないんじゃないと思われがちなんですけど、並べてみると確かにね、LM の方が横長だなっていうのは思いますよね、そうだ、ロング感がすごいあるよね、はいはい、ちなみに車両重量も当然 LM の方が重くて、170キロ LM の方が重いと。なるほどね、だっていろいろついてる装備が違うじゃん。そうですよね、はいはい、そんな感じになっています、はい、じゃあ続いてヌヌさん、はい、今度はフロントの比較です、はい、何か違うところありますか。まずねエンブレムの位置が違う。おう、アルファードはグリルについてますけど LM はボンネットについてる感じですね。そうですね、うん、どっちが好きですか。どうだろうね、アルファードの方がでかいから目立つしすっきりしてるから、私こっち好きだけど、でもやっぱレクサスっていうの結構バッチリ目立ちたいじゃん。だすごい賛否分かれるけど私はこっちかな。あ、なるほど、はい、じゃ続いて違うところ何かありますか。違うところは、ライト系ですね、はい、LM の場合はウィンカーここなんです、長い L 字なんですけどこれ点灯だけですね。なるほど、はい、でアルファードの場合は
まあ、一見こうグリルっぽいところなんですけど、まあ、これがウィンカーになります。で流れるタイプですね。なのでまあ形状も違うし光り方もちょっと変わってきますね。アルファードは流れて LM は流れないと。はい。であとここの下のね、はい、アルファードにはホグライトついてて LM の方にもちょっとホグっぽいかなと思いますが、これはコーナリングライトになります。なので、まあ、どちらも光るってことがないんですね。ウィンカーと連動してますので、まあ、そこもちょっと違うところかなと思います。じゃあヌーさんどんどんいきますよ、はい、次はサイド面なんですけど、なんかパッと見て違うところありますか？パッと見てまずドアミラーから見ますけど、はい、アルファードはメッキとか何もついてない、シンプルな感じですね。そうですね、うん、で LM はメッキがちょっと太めのがついてます。でこれの関係でミラーのウィンカーがちょっと短いですね。これしかない、確かに点灯範囲は超短いですね、ちょっと目立ちにくい感じですね、はい、でアルファードは、まあ、メッキとかないので、まあ、割とロングですね。まあなんか社外品とかで ね、 ああねこの辺つけれそうな気もしますけどね、違いますね、はい、であとここ、はい、サイドにエンブレム、これね40からの変更点ですけどこれがありますが、LM の方は何もない。そうですね、ちょっと寂しいね。ただ LM の場合ですと、ヌンさんね、ここ開けた時にレクサスロゴ、ああそうね、まあ、さりげない感じでいいのかな、こっちの方が、アルファードはねこういうところはないので、まあロゴだけで言ったらこういうところも違いますね。はい、そうですね。じゃあ続いては E ラッチシステムですね。そうですね。でアルファードの場合は E ラッチシステムとかがないのでもうガチャッと引きます。普通のドアノブ、普通のドアノブで、しかもイージークローザーとかもないのでハンドアにならないように閉めないといけないんですね。でこれ坂道とかの時結構きついのよ。まずドアがそもそも重いのに力いっぱい閉めないといけないから結構大変です、でこっちはイーラッチシステムが搭載されてるんでもうこれで開きます。簡単に開きますね。そうスマートよね、開き方が、でしかもイージークローザーついてますのでハンドアの心配もないですね。でこの E ラッチシステムめちゃくちゃ良くてブラインドスポットモニターと連動してますので降りようとするときに後ろからバイクとか自転車来たらドアが開かないように自動で制御してくれるんですね。でアルファードにも似たような機能ついていますが、まあ、自動で制御っていうところまではやってくれないです。音声のみでお知らせするんですけど開いちゃうんですね。なので完璧な安心感を求めたいという方はこっちの方がいいと思います。続いてユニバーサルステップ、ああそうね、はい、ユニバーサルステップはスライドドア開けたところで出てくるこれですね。普段は格納されてるんですがスライドドアオープンするとこれ出てくる。でアルファードはねこれオプションだったんです。そうですね、はい、で私あの96歳のおばあちゃんいますからつけましたこれ、はい、だけど LM だと、LM でももちろんついているんですがこれ標準搭載なんですよ。元からついてるかの違いですね。そうです、そうです。機能は変わらないんですけど元からついてるかオプションで選ぶかっていう違いになります。まだまだありますね。あるね。リアゲート開閉スイッチ、はい、LM の場合はここスライドドアのこのレールの横っていう感じですね、リアコンビの上っていう感じですね。そう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 。でアルファードの場合だと、はい、ここなのよ。分かりづらいそう、しかも真っ黒でねちょっと見えづらいの夜とか。しかも LM の場合は矢印ついてますからね、そう矢印ついてるから分かりやすいよね。でちゃんと目立つし、だけどスライドドア開けてる時とかちょっとここ注意、指巻き込まれないように。はい、はい、じゃあ開けるよ、開けるよ。まあ開けた時はそんな変わらないですね。この辺とかはスピード感とか音も含めて共通だと思います。じゃあ続いてヌンさん、はい、ホイール行きましょうか。はい、じゃあまずアルファードの方からですね、はい、でアルファードは標準が17インチのタイヤホイールになっていますが私はオプションで確か33,000円ぐらいかな、それぐらいで19インチのオプションのホイールにしてみました。じゃあこれにしないと17になっちゃうってことですね、ちょっとねこの車体の大きさの割には少しこうしょぼい感じになっちゃうので、まあ、19インチにしてみました、はい、デザインはブラックとアルミの塗り分けっていう感じですね、まあ、シンプルで。対して LM の方はまず標準で19インチがついてきます。あーなるほど、こういうとこも違うんですね。そうそう。で逆にオプションになると17インチになりますね、全然違いますよね、正反対って感じ。
でデザインはもうきらびやか華やかゴージャスって感じですよね、うん、なんか上位互換的な感じがしますね。そうそう、でさキャリパーとかも、うんうん、LM はブラック塗装でしかもレクサスのロゴが入ってるんだけど、アルファードはまあむき出しただのキャリパーって感じですね。そうただのキャリパーって感じだ、こういう細かいところの作りも全然変わってきますね。ちなみにヌーさん、はい、サスペンションも違いがあるみたいで、うん、レクサス LM の場合は電子制御サス、うん、ABS、うんうん、こちらが使われているのに対して、はい、アルファードに関しては ABS なしなってますんで、まあ、路面状況に合わせて、うんうん、そのサスペンションの調整を LM はしてくれるんですけれども、うんうん、アルファードにはそれがないので走行性能に関しても LM の方がやっぱり上位互換、うんうん、結構見えないところも違いますね。そうだね、中身もちょっと変わってきますし、ちょっとこっちの方が賢い感じですねじゃあ続いては、うん、ラゲージになりますね。はい、まずアルファードの方ですが、まあ、どうしても6人乗りになりますので3列目跳ね上げになるので、まあ、ちょっと荷室スペースは少ないかなっていう感じですね。で、まあ、この辺のラゲージアンダーとかの作りはほぼ変わらないですね、 LM と。そうですね、うん、アルファードの場合は2列目を動かすスイッチがここについてます、うんうんうん、まあ、こんな感じで、はい、まあ、ここから操作すると、まあ、もうちょっと広がるかなと思いますね。ただやっぱりちょっと3列目の部分が邪魔くさいですよね、うん、そうなんだよね。でこの3列目に当たっちゃうから2列目のリクライニングとかもあんまりできないし、まあ、ちょっと跳ね上げがどうしても邪魔だなと思います。はい、それでは LM のラゲージこんな感じです。まあ、そもそも LM はもう3列目とかそういう概念がないのでめちゃくちゃすっきりしてますし、まあ、荷物の出し入れとかもとてもしやすいですね。あと容量もめちゃくちゃ入ります。2列目とこの荷室スペースはちゃんと仕切られてますので、まあ、この辺とかもいいですよね。質感も高いですもんね。そう、質感ここまでだってソフトパッドですよ、やばくないですか。で6人乗り仕様になるとさっきアルファードについてたここのスイッチがつきますが、今回4人乗りなのでないですね。はい、で3列目跳ね上げとかないので2列目のリクライニングはもうほぼ水平までできます。すごかったですよねこれね。もうほんとベッドみたいになるんですよ、まあ、この辺とかもね全然違ってくるところですね。でそれと音響も違ってきます。今回 LM についているのがマーク・レビンソンの音響で23個スピーカーがついています。23個よ、すごくない至る所にスピーカーついてます。対してアルファードは JBL のスピーカーでどちらもプレミアムサウンドにはなるんですけど、アルファードは15個しかついてないです。なので8個差があるわけですね。なんかまあ15個って聞いてもわすげえって思いますけどね、うん、まあ ね、23っていう、もうなんか比べるのがちょっと相手が悪い気がしますね、うんうん、そうだよね、やっぱりね23個ついちゃうとうんってなっちゃうよね。はい、はい、続いてはヌヌさん、内装全席の比較行ってみたいと思います。はい、まず質感なんですけど、うん、アルファード、これヌヌさんも前言ってたと思うんですけど、うん、ここが樹脂なんですよね。ここね、はい、こことこことここと、はい、樹脂樹脂樹脂っていう感じでなってます、はい、そしてここもはい樹脂ですね、うん、はい、で LM の場合はここが、うん、ウィンドウダイザーピアノブラックになっているという感じになっています。はい、うんうん、これ後で挿したいと思います。はい、続いてシートなんですけれども、うん、アルファードの場合は、うん、もちろんパワーシートはついてるんですけど、うん、ここですねランバーサポート、はい、こちらがついていないですが、うん、LM にはついています。そうだね、でこのパワーシートの周りもさ質感向こうの方が高いよね、はい、こっちはもう樹脂だけって感じだけどダークメッキみたいなのがついてたりとかして、そう LM の方が質感高いです。そうですね、はい、で続いてここ、うん、ドリンクホルダーなんですけど、はい、これはアルファードは、まあ、確かにね、うん、質感どうたらっていうのはありますけど、うん、ここにもあるんですよね。うんうん、逆に LM の場合はこれないです。そうだね、だからマックが食べれるっていうね。そうですねLM の場合はここになっちゃう。そうだね、そこだけっていう感じだったね。はい、はい、シートの素材になるんですけど、うん、これは細かいんですけど両方本革ではあるんですけど、うん、アルファードの場合はプレミアムナッパ本革になります、うん、はい、レクサスの場合はセミニアリン本革になります、うん、セミ合ってたっけ。セミアニリン、セミアニリン本革なります。はい、じゃあ続いては ETC ですね。はい、ヌーさんお願いします。 ETC はアルファードはむき出しなんですけど LM の方はしっかりとカバーがあります。そうですよね、なんでこういうなんか生活感が出るところは隠すみたいな
すごいいいですよね。なんかこういったところにも差が出ちゃうのがレクサスのすごいところですね、うん、そうですね。ではヌーさん、はい、パドルシフトお願いします。パドルシフト、アルファードは樹脂です。あらら、そう、ちょっとしょぼいのよ。だけど LM はメッキ調のパドルシフト、結構重厚感があるものがついてます、はい、形状はほぼ変わらないですね。そうですね、はい、でそれとあとドリンクホルダーです、はい、アルファードの場合は蓋付きになってますね。で真ん中にも小物入れがあるっていう感じだったんですけど、 LM の場合は蓋がないんですよ、うんうん、もうこのままむき出しっていう感じになっちゃいます。で確かに高級感っていうところはこういう蓋があった方が高級感ありますけど、まあ、蓋あってもね大体の方が開けっぱなしだと思うんですよ私もそうです。そうですよね、はい、なのでまあどっちがいいとかはあんまりあのコートつけがたいですけど、まあ、好きな方を選んでください、はい、まあ、私は LM だったら蓋あって欲しかったなと思います。まあ、あと細かいですけど、うん、LM は4人乗りなんで、うん、リクライニングが全然できないですよね。あ、そうだったね。だけどアルファードの場合は前席もめちゃくちゃリクライニングができます、まあ、結構ねしっかりめまで倒れてくれるんですね。まだまだいきます。運転手さんが寝そべって休憩したいっていう時は、うん、ちょっと LM はできないっていう感じですよね。そうそうそう、ここまで、はい、すごいフラットですね。もうフルフラットに近いような感じまで倒れてくれます、はい、それでは続いて答え合わせ的な感じで LM を見ていきたいと思います、はい、じゃあまずドアパネからだね、はい、まあ、ドアパネ、まあ、さっきここ樹脂でしたが LM はピアノブラックの台座になっています、はいはい、で E ラッチシステムなので結構ドアパネ全体すっきりしてますよね、うんうん、でここにあったドリンクホルダーは LM ではない、真ん中だけっていう感じですね。そうですね、はい、ETC は？そう ETC はこれ、かっこいいね、いい、かっこいい、かっこいい、こっちの方がいいな、ね、かっこいいよね、すっきりしてるし、はい、でパドル、うん、でパドルはメッキ調のパドルになって、まあ、すごい高級感あるよねこっちの方が、はいはい、でまあ、シートはこんな感じの素材で、まあ、ここにエンブレムが刻印されてるというのも違いだよね、うん、そうですね、もかっこいいよねやっぱり、こっちの方が所有感湧きますね、うん、そうだよね。で壁があるからリクライニングはできない、シートのスイッチはこんな感じ、ランバーサポートがあると、そうここにあって、まあ、ピアノブラックとかも使われてたりしてとても高級感があります、はい、じゃあカップホルダーお願いします、うん、はい、ドリンクホルダー蓋がない、もうむき出しタイプ、なんか大きいんですけどね、そうそう大きいんだよね、だけどこの底の調整とかできないタイプになってます、うんうん、で、まあ、この辺とかピアノブラックとかメッキとか使われてるので質感はいいんですけど、まあ、蓋があった方がさらに良かったかなと思いましたね。じゃあ続いては2列目の LM をお願いします、はい、うん、そうですね、それぞれの車の一番重要な部分見ていきます。心臓部ですね、心臓部ですね、はい、じゃあまず LM の方、はい、ここ見てなんか輪っかあるでしょ、はい、これ傘立てもしくは靴べら立てになります。すごいよな、はい、これアルファードにはないですもんね、ないない、はい、でここにもエンブレムがついてるっていうのも LM の特徴になります、はい、そしてここシューズボックス、起毛仕上げのシューズボックス、なんて豪華で、ドキンも想定してるんですね、うん、でもさこんなにふわふわマットだったら私ドキンにしたいよ、さっき靴で上がっちゃったけど今も上がってます、ね、はい、でここがね冷蔵庫になっております。いやまだ冷たい、アルファードはないですもんね、ないのよ本当に、これは素晴らしい、はい、で、まあ、ここ48インチの大型のモニターがついていて、まあ、ここが前の席との仕切りになりますね。でこれすりガラスにしたり透明にしたりいろいろとできます、開閉もできますからね、そう開閉もできるんで、まあ、一応話とかはできるかもしれないですね。さあエグゼクティブ、うん、LM シートっていうんですかね、はい、はい、まあ、めちゃくちゃ座り心地いいですね、なんかアルファードよりもちょっとふわふわ感が強い気がします、うんうん、でヘッドレストとかもちょっと違って、アルファードは小ぶりですけど、はいはい、LM はちょっと大きめで後席にも刻印がされております。そうですね、うん、この横幅もアルファードに比べるとだいぶでかいという感じですもんね。そうそう、でここもしっかりなんかこうホールドされる感すごいしっかりありますね、うんうん、であと全体的に内装色カッパーゴールドが使われていて、まあ、2列目はかなり目立つ感じですね、うんうん、でアルファードにも同じような加色使われているんですけど、ちょっとアルファードの方が控えめっていう感じになります。そうですね、ここに幅広のカッパーと、うん、そうそう、こっちもあって、うん、で冷蔵庫の周りとかも
すごいしっかりめに覆われてます。でこのタブレットですね、はい、これ自体はアルファードと変わらない、ほぼ同じものが使われております。で私ねこれ嫌だってずっと言ってたよね、あのタブレットの周りがピアノブラックなやつ、うんうん、おまあ LM もピアノブラック、ただここにパッドが使われてるから、うん、そう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 、まだねピアノブラックの面積は少ないんですけど、うんまあ、ここも同じような仕様になっております。ちょっとこれ改善されたんじゃないですか、ヌヌファクトリーを見て、うん、どうかなで、はい、ウィンドウスイッチの開閉ボタンここですね、パワーウィンドウですね、そうパワーウィンドウになります、はい、でサイドシェードもここについてます。で今までアルファードとかだとパワーウィンドウのスイッチはここのドアパネルの内側か天井っていう感じだったんですけど、まあ、手元で操作できるのはすごくいいですよね。そうですね、うん、楽ちんです。でそしてシートの調整のボタンはここについてます。でアルファードとかだとここを前に押すともうこの席自体がガーッと前に出たんですけど、 LM ではないですね。そもそもレールがまずないし、ないそうレールがないし前に行くとかそういう概念はなさそうです。じゃあ前後移動はもうできなくて、うん、この場所で固定ということですね、うん、そうだね。でオットマンとリクライニングシートだけこう移動ができるっていう感じになります、まあ、ただ高さの調節はできます。こう座面のね、うん、高さ調節はできますのでそこは安心してください、はい、であとテーブル、よいしょ、アルファードは木目だったんですけど LM の方はなんかスーツケースみたいなかっこいいデザインです。で折りたたみ式でここもソフトパッドになっています。でこう回れるのは一緒ですね、一緒なんですけど LM の場合はカチッと固定できるんですけど、アルファードだと固定ができないのでちょっと乗り降りがしづらいですね、はい、あとバニティも違いますよね。そうアルファードの場合はさっきのテーブルに鏡と、ね、ライトもついてたんですけど LM は上ここにあります、はいはい、なんでここでなんかお化粧直しとかいろいろするわけですね。ドリンクホルダーはここにそれぞれついていて、はい、そう開き方が違いますね、うんうん、アルファードはもっと前にブワーって開くんですけど LM の場合はスタイリッシュに開いてくれます。あとは、うん、その肘置きの中にボックスになってるんですよね、うん、あそうそうこの中ねこんな感じです。でここに電源がある、うん、まあ、機能面も充実してますね。でねアルファードとかだとこういう2列目の肘置きが弧を描くような感じで肘が置きやすくなっていて、それは LM も同じです。結構ねこの辺とかラウンドしてるので肘がとても置きやすいです。アルファードにはないですけどここに収納が隠れていて置くだけ充電とタイプ C の差し口とイヤホンがありますね。でこれ片方だけじゃなくて両側、すごいですよねこれ、壁に空間を作っちゃうっていう、こういう発想が今までなかったですよね、はい、まあ、こんな感じです、まあ、これアルファードにないのでね、そもそも置くだけ充電が後席にはありませんので、うん、まあ、この辺とかは結構違うところですね。じゃあ続いてアルファードですね、はい、まあ、まずね、アルファードなんですけどこのフロアマットをゴムマットに変えちゃってるのでちょっとチープに見えるかもしれないです。本来のフロアマット敷いておけばもうちょっとね豪華な感じにはなりますので、いやでも、はい、ヌヌさん、はい、とは言っても、うん、こっからここ見てると、うん、やっぱ LM の後だとちょっと、まあそうね、だから言ったじゃん最初アルファードの方がいいんじゃないって言ったやんちょっとチープ感がありますね、まあ、そうだよね、はい、まあ、詳しく見ていきましょう、はいはい、じゃあまずシューズボックスとかはないです、ここなくて、まあ、ちょっとしたなんかコードとかまとめられるような小物入れが下に左右ついております。これは靴は入れない感じですもんね、うん、靴は入らないね、はい、サンダルとかだったらここら辺に置けるかもしれないけど、まあ、ああいうちゃんとした下駄箱みたいなのはないですね、はい、でここは、ね、1年間何を入れるか悩んで何も使ってないやつ、小物入れ、そう、まあ、冷蔵庫とかではないです。でここが、うん、アルファードは、うん、ピアノブラック、そうピアノブラックの蓋になっていて、まあ、開けるとコンセントとか HDMI はここにあります。 LM の場合はセンターコンソールにありましたけどアルファードは前になりますね。しかもソフトパッドでしたからね LM は。そうなんだよ、はい、またそういうところも違いが出てきております。はい、先ほど入り口にあったループとかエンブレムとかそういうのは全くない仕様になっております。カッパーゴールドも、うん、まあ本当ポイントって感じっすよね。そうだね、本当ちっちゃくあるのと
まあ、一番大きい面積でもこの辺りになるので、まあ、ちょっとこう印象は薄い感じになります。そうですね、はいはい、ヘッドレストどうでしょうか。ヘッドレストねやっぱりいいんだけどね、もう庶民が使うのには もったいないぐらいのヘッドレストなのよ、うん、こちらも。だけどやっぱり LM のねあのホールド感というかでかさとかを見ると、まあ、ちょっと物足りない感はありますね、はい、で、まあ、もちろん大型のモニターとかはありませんので、なんでまあフリップダウンモニターでいろいろ楽しむっていう感じですね。いやこれはこれでね、うん、全然十分なんですけどね。まあねまあね、まあ、しっかり運転手さんとの会話とかもできるし、まあ、いいんですけどやっぱり LM 見ちゃうとねあんまり家感はなくなっちゃいますよね。はい、はい、でテーブルは LM は左側でしたね、うんうん、だけどアルファードは右側についてて上にこうパカッとあったりと、はい、でこのテーブル木目のねテーブルになっていて、うん、あ、ティッシュが入ってる、誰危ないで、これがバニティになると。そう、あ、ライトなかったね。そうですね、ミラーだけだったになります、うん、で、回転はするんだけど戻ってきた。そう、これがね、ちょっと降りにくいのだから、これ押さえたまま降りないといけないから、うん、ちょっとね、やりにくいなとは思ったんですよね。これも誰か別の YouTuber さんが言ったのかもしれない。かもしれないよね、はい、私はね、動画では言わなかったけど内心思ってました。あ、で、こっちは、うん、リモコン置き場はやっぱりピアノブラックむき出し状態ですね。そうそうそう、むき出し状態で、まあ、ここら辺もソフトパッド LM は使われてましたけど、こっちは樹脂になります。まあ、この本体自体は一緒のものですからね、まあ、これいいでしょう。そして、うん、アルファードのエグゼクティブシートは、うん、まあ、左右独立になっているので、はい、それぞれ前後スライドができると、はい、こんな感じになります、まあ、これもさ、すごい頭良くて、人が乗ってる時はゆっくりで、うん、空の時はめちゃめちゃ速いとか、すごいね、賢いんだけどね、やっぱりあれ見ちゃうとね。そうですね、はい、になります。リクライニングは3列目があるから、 そこが限界ですか。あ、でもまだ倒れるんですね。まあね、でもさ、倒れる時にさ、結構食い込んでるのよ、ここらへん。わかるわかる、すごく嫌なの、わかる。なんか2列目シートか3列目シート、どっちかぶっ壊れるんじゃないかっていうぐらい当たりますよね。そうなのよ、だからあんまり倒したくないっていうのが正直あります。で、LM はね、気兼ねなく倒せるからいいよね。ウィンドウスイッチは、そう、パワーウィンドウはここについてる、うん、はい、ここにもついてます、はい、で、サンシェードはこことここになりますね。なんで手元で操作するってなると、このタブレットを使わないといけないので、まあ、ちょっと手間感はあります、はいはい、そして LM もアルファードもどちらも内装色は白と黒とどちらも選べます。で、まあ、今回はたまたまどちらもベージュ内装になりますね。で、天井がちょっと違いまして、 LM の方は全部白天井だったんですけど、アルファードは白天井はここまで、前席のみという感じで、後席は黒天井になります。で、これはですね、私こう仕切られてていいなとは思っていたんですけど、まあ、ちょっと違いとしてはありますね。この全体の雰囲気、明るさとかが多少違ってくるかなと思います。はい、はい、LM の方ではここのオーバーヘッドコンソールは矢羽根の木目が使われていたんですけど、アルファードはベージュのプラスチックになっちゃいます。あ、なるほど。そう、まあ、どうしてもね、価格差があるから仕方ないとは思いますけど、こういう細かいところの質感がだいぶ変わってきますね。はい、というわけで今回は最上級グレード対決ということで、まあ、どちらも最上級グレードのアルファードと LM を比較してみました。はい、まあ、価格差が1000万円ということで、アルファード2台でやっと LM1 台という感じになるんですけど、まあ、比較してみて思ったこととしては、まあ、細かい変更点はありました。やっぱり足回りの違いだったりとか、まあ、内装の質感の高さという違いはありました。ただそれだけでこの価格差1000万円を埋められるかと言われれば、そうではないかなと思います。それにプラスしてレクサスを所有しているという満足度だったりとか、あとオーナーズランジを使えるというところも含めての価格差だなというのを感じました。まあ、確かにそれは LM の方が性能は優れてましたけど、うん、はい、アルファード2台分ですからねちょっとその2台の価格差を埋めるというのは難しいですよね。うん、なかなか難しいと思います。はい、で、問題の私が LM に乗り換えるのかというところなんですけど、まだアルファードで頑張っていこうと思います。はい、
やっぱりね、この実用性がないっていうのがちょっと引っかかっておりまして、うん、まだまだ出張だったりとかでスタッフや荷物を乗せて行くっていうのが多いですから、ちょっと LM まだ早いかなっていうのを感じました、はい、もうちょっと大企業の社長になっても私働かなくていいやみたいになったら買いたいなと思います。まあ、確かにこの LM は常に運転手さんを抱えているぐらい VIP な人とか、はい、うん、まだまだ我々の身の丈には、うん、そうですね、合いませんよね。まだ私も撮影のために運転しないといけないとかがあるので、はい、買っても多分後席の機能満喫できないと思いましたのでまあちょっとまだアルファードで頑張っていこうと思います。まあ、でもアルファードもね、十分いい車ですからね、うん、そうですね、まあ、十分いい車なのでまだ手放してないっていうのがもう証拠だと思います、うん、そうですね、はいはい。で、まあ、今後ですね、例えばの話ですけど、この LM の4人乗りでパーテンションなしっていうグレードが出たらぜひ買いたいと思います。あ、なるほど、うん、今6人乗りと4人乗りパーテンションありしかないけど、はい、パーテンションがなくてかつ4人乗りであれば買うかもしれないと、うん、そうだね。まあ、やっぱりそのパーテーションっていうのが少し実用性のなさの大半を占めちゃってるので、うん、まあ、それがないっていうのであればちょっと買ってみたいなっていう気持ちはあります、うん、2列目だけでゆったり過ごしたい時ありますからね。そうだね。なのでまあ今後の LM にも期待ということで、はい、まあ、もうちょっとアルファードで楽しみたいと思います。そうですね、はい。まあ、そんな感じで LM とアルファードを悩んでる方の参考になればなと思いましたので、ぜひ感想なんかはコメント欄で教えてください。はい、それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。